どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、生放送で結構ね触れさせていただいてるんですけども、ローソンのお試し引換券についてね、本日は解説、やっていきたいと思います。ポイントサイドのね、ポイントを、お得に使うっていう感じなんですけども、このローソンのお試し引換券っていうのは、ローソンの商品を D ポイントもしくはポンタポイントによって、お試しで、利用できるっていう制度なんですよね。これね、お試し引換券っていう風になってるんですけども、お試しって聞くとね、基本的に新商品だと思う方多いと思うんですけども、そういうわけではないみたいなんですよね。結構ね、いろんな商品があるんですよね。で、この D ポイント、ポンタポイントでね、お得に利用できて、1ポイントの価値としては、普段の、お試し引換券の場合は、2円から3円っていう風になってるんですけども、今現在ね、このお試し引換券祭りっていうのがやっておりまして、こちらだと本当にね、4円から8円ぐらいまでいくのかなっていう感じで、結構ね、1ポイントの価値としてはかなりね、高額になりますんで、ぜひね、利用してみていただけたらなと思います。特に D ポイントの期間限定ポイントってありますよね。JAL マイルとかには交換できないこのポイントなんですけども、こちらを結構持ってる方はね、ぜひこちらで消費してみていただけたらなと思います。で、現在ね、このお試し引換券祭りがやっておりまして、商品はね、ちょっとこらえに画像を出しておきますけども、こんな感じでね、対象商品になっておりまして、かなりたくさんあります。で、概要欄にもね、公式サイト出しておきますんで、詳しく見たいって方はね、こちら見ていただけたらなと思うんですけども、大体ほとんどの商品が、30ポイント、30円っていう感じですね。アイスとかね、そこら辺のものは、30円。あとお酒の場合は、350缶が50円、500缶が50円っていう感じで、かなり安いですよね。こちらは お祭りなんでね、こんな感じになるんですけども、一般の場合はですね、アイスが大体70円、3号缶のお酒が50円、500缶の、お酒が、70円っていう風になってるんですよね。このポイント自体もね、商品によって異なるわけなんですけども、こんな感じで利用できて、かなりおすすめのお祭りになってるんですよね。で、こちらね、こちらの動画が出た前日にね、始まってるキャンペーンで、実際にね、もらってきました。商品。で、商品ね、ちょっと写真ここら辺に出しておきますけども、こんな感じで、もらってきてですね、利用したポイントは1350ポイントっていう風になってまして、金額にすると、これねレシートを足した金額なんですけども、4271円分が、1350円分のねポイントで、利用できたっていう感じなんですよね。商品はね、こんな感じで、コーヒーとかアイス、あとお酒等々ね、結構幅広くもらってきたわけなんですけども、かなりお得ですよね。もしね、ポイントサイトの運用で、ポイントがね、ある程度ある方はね、利用してみてはいかがでしょうか。で、次にね、このお試し引換券の利用方法なんですけども、まず、スマートフォンに、ローソンのアプリを入れるところから始まります。で、まずね、入れていただいて、まずトップ画面の一番左上の、設定ボタンを押していただきます。そうするとね、ローソンの、ログイン画面になりますんで、ローソンの、アカウントを持っている方はログインしていただいて、持ってない方は、新規発行していただいて、こちらに、D ポイントもしくは、ポンタポイントを、紐付けるっていう感じになります。カード管理をクリックします。で、こちらね、片方しか、ポイントを持ってない方、D ポイントとポンタポイントどっちでも利用できるんですけども、片方しか持ってない方はね、片方だけでいいんですけども、両方持ってる方は両方登録することができます。で、どちらを利用するかも選択できますんで、そちら辺はね、選んでいただけたらなと思います。このね、ローソンアプリ内に入れている D ポイントカード、ポンタポイントカードなんですけども、これはただ単にローソンで利用するだけであって、別にローソンでね、どっちを貯めるとかそういう話ではありませんので、ポイントを貯める先ではないってことはね、押さえといてください。こうすることによって、ローソンアプリに、ポイントカードが紐づいたっていう状態になります。次に、
ローソンアプリのねトップ画面から、お試し引き換え券をクリックしていただきます。でこのお試し引き換え券をね開くと商品とポイント数が出てると思うんですけども、オレンジ色と、ブルーのねポイント数が出てると思うんですけども、まずねこのブルーのポイントっていうのはローソンのロッピーってありますよね、あの ATM みたいな機械ですね、あちらで発券する商品っていう風になっております。でオレンジの方の商品はですねアプリ内で、もう商品の予約ができるっていう商品になっているんですよね。ですんでブルーの商品はアプリ内ではゲットできないんですよね。でオレンジの商品はアプリ内でもうゲットできてっていう感じなんですよね。で実際にねちょっとねロッピーの利用方法をね紹介していきたいなと思うんですけども、これね全然わかんない状態でやるとですね結構挫折するぐらいねわかりづらいんですよね。まあ私もね最初の方これね結構挫折したんですよね。まずこのブルーのこのロッピーの場合、まず、ロッピーに、ローソンにあるねロッピーに行っていただいて、右下の方にね、ポイント会員メニューっていうのがあるのでこちらをクリックします。で次にですね、カードを読み取る、画面になると思うんですけども、ポンタポイントカード、D ポイントカードをスライドして、まあ、入っていくわけなんですけども、まあ、モバイルポンタっていう方はですね、まあ、こちらかざすだけでも利用することができます。で、D ポイントの場合は、残念ながらね、物理カードが必要になりますんでその点は覚えておいてください。でこちらねカードにですねこれD カードなんですけども、ここにねスライドの見えますかね、こちらにスライドのマークがねついてるんですけども、こちらをこういう感じ ここに今ついてるわけなんですけども、こちらをこういう風にねスライドしてください。これ裏にバーコードがついてるんですよね、この D ポイントのこのバーコードはね私最初の方ねバーコードが、まあ、読み取るのかなと思ってて、いくらねやっても通らなかったんですよね。でよく見たらここにね矢印がついてて、この矢印通りにこうやってねスライドすると、ログインできますんで、その点はねちょっと覚えておいてください。私ここでね一回できなくて帰りましたんでね。でそうすると、ログインメニューに入ります。ここで、上から2番のね、2番目の一覧を、クリックしていただきます。そうすると、商品別でね飲み物お酒みたいな感じでバッて出てきますんで、で狙いたい商品がねある場合はまあそちらねクリックして、入っていただければいいんですけども、まあ、全体を見たいという方はね右下の全商品をクリックしていただきます。そうするとまあこんな感じでね商品出てきますんで、まあ、こちらクリックしていただいて右下の発券ボタンを押していただくとロッピーからレシートが出てきますんで、それを持ってレジで精算するっていう感じですね。ブルーのねアイコンがついたこのポイントの商品なんですけども、基本的にお酒はこちらです。で、まあそれ以外もね、まあ、ちょこちょこあるんですけども、まあ、基本的にお酒以外のね商品は一回通すと次に発券するみたいな感じで連続で発券することができるんですけども、残念ながらお酒の場合はですね毎回この作業を繰り返すんですよね。本当にちょっとねどうにかしていただきたいんですよね。結構面倒です。毎回ねカードもスライドしなきゃいけないんでね結構面倒だったりします。で次に、オレンジ色の商品ですね、また、トップ画面に入っていただいて、お試し引き換え券をクリックしていただきます。そうすると、このオレンジのねアイコンがついた商品をクリックしていただくと、もうクリックしたらですねそのままねアプリ内で発券っていう感じになりますんで、まあこれと商品を持ってレジの方にね進んでいただくっていう感じになります。でアプリ内でね取りやすい商品はやはりなくなるのが早いですし、ロッピーで発券しなきゃいけない商品はやはり面倒ですよね。ですので、まあ、結構残っているっていう感じのね印象となります。でこちらね
基本的には商品の更新されるのは火曜日と金曜日っていう風になっておりますんで、まあそちらもですね、このローソンのアプリのお試し引換券の一番下にね、今後のお試し引換券の商品はこちらみたいな感じのねアイコンがありますんで、ちょっと先のね商品を知りたいっていう方はまあこちらね見ていただけたらなと思います。ですんで、まあ朝7時にねこの商品が更新されるんで、特にねアイスクリームとかそういうものは結構すぐなくなっちゃいますんで、積極的に取りたいという方はですね、朝7時にローソンのアプリね開くようにしてくださいね。で、次に会計方法なんですけども、こちらねポンタポイントも D ポイントでも、まあ、商品とロッピーで発券した場合はレシートを持ってくる、アプリの場合は、まあ、アプリを提示して、まあ、商品購入していくわけなんですけども、これねなぜか分かんないんですけども、これポイントで購入しますよね、商品を。なんですけども、両方ともねポンタポイントでも D ポイントでもポイントつくんですよね不思議なことにポイントで購入してんのにまた 1% のポイントがねなぜかもらえますんで、これ結構不思議なんですけどね。ですんでポイントカードをね出すことは、絶対忘れないように、してくださいね。でロッピーで発券した場合、レシートが出て30分以内に使ってくださいっていう文言が書いてあったりとか、まあ、アプリ内でも発券すると30分以内でねレジに行ってくださいみたいな表示が出るんですけども、こちらね対象商品がそのお店にあるって限らないんですよね。ですんでない場合ももちろんあるんですよね。ですんで、まあ、手順としては一番最初にね欲しい商品がお店にあるかどうかね見た方が後からねあらーってならないので、その方がいいかなと思います。で仮に使えなかったとしても、まあ、自動的にね使わなかったクーポンはそのままポイント戻りますんで、まあ、この点もね覚えておいていただけたらなと思います。今現在ねこのお試し引換券祭りがねやっておりますっていう話をさせていただいたんですけども、今からでもね全然間に合いますんで、まあ、ちょっとね人気のある商品はまあ終わっちゃったりとかねしてるところもあると思うんですけども、まだね取れる商品全然ありますので、ぜひねやってみたいって方はね積極的に狙っていただけたらなと思います。でアプリ上でね受付終了みたいな感じでね、まあ、出てる場合でもですね、実はロッピーに行くとまだ商品残ってたりとかね、する可能性も十分あります。で私もね先ほどアプリ上ではもう受付終了っていう風になってたんですけども、実際にお店に行ったらねまだロッピーで発見できてゲットできた商品とかもありますので、アプリ上でねなくなっていても実はロッピーで発見したら、まあ、利用できるっていう商品もねあったりしますんで、まあ、ちょっとそれもね覚えておいていただけたらなと思います。で今現在ですねコンビニってたまにやってると思うんですけども、700円以上購入するとくじ引きみたいなのありますよね。今現在このローソンでもそれをやっておりまして、700円以上購入するとレシートにね、まあこれもう使用済みなんで、まあ、見せちゃうんですけども、こんな感じでね見えるかな、こんな感じで QR コードがついて、応募番号はねついてくるんですよね。まあ、こちらをね、まあ、スマートフォンで読み込んでいくと、読み込んでバーコードじゃなくて応募番号をね入れていただくと、無料でね商品もらえたりするキャンペーンがね今やっておりますんで、ちょっとねこのキャンペーンは先着順なんで、ちょっといつ終わるかわかんないんですけども、ちょっと700円以上ね購入するとこの応募番号がついたねレシートついてきますんで、こちらはね確実に捨てないようにねしていただけたらなと思います。もう私もね700円以上購入してますんで、3つか4つぐらいね無料で商品もらえて、もらいに行こうかなと思ったら対象商品なかったりしたんで、また後日行こうかなと思ってるんですけども、先着順ですけども確実にもらえるキャンペーンとなっておりますんで、まあ、こちらも一緒にねやっていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで、終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。